送り届けられるクリューセイス。クロードロラン、1644年。クリューセイスは、ギリシア神話の女性である。長母院を省略してクリューセイスとも表記される。クリューセイスのアポローンの神官クリューセイスの娘で、アガメムノーンの子クリューセイスの母。トロイア戦争において、ギリシア軍がミューシアのテーベ氏を攻撃した時、テーベを訪れていたクリューセイスは囚われ、 アガメムノーンの保証として与えられた。クリューセイスが捕虜となったことを知った父クリューセイスは、ギリシア軍の陣地を訪れ、娘を返してくれるよう求めたが、アガメムノーンは彼女を妻のクリュタイムネストラーよりきに、言っていたのでクリューセイスを追い返した。クリューセイスは、アポローンに祈って、ギリシア軍に災いをもたらすことを願い、アポローンは薬病を起こして、多くのギリシア兵を殺したため、 アガメムノーンはしぶしぶクリューセイスの返還に応じ、オデュッセウスに彼女を父のもとに送り届けさせた。しかし彼女の代わりにアキレウスからブリーセイスを奪ったため、怒ったアキレウスは戦場に出ることを拒んだ。クリューセイスは無事に父のもとに送り届けられたが、彼女はアガメムノーンの子を宿しており、クリューセイスを産んだ。しかし、アガメムノーンの子ではなく、 アポローンの子であるとして育てた。後に、タウリスのトワース王の元から、オレステスとイービゲネーアが逃げてきたとき、彼らがアガメムノーンの子であると知り、このクリューセースに、本当の父親がアガメムノーンであることを明かした。クリューセースは、オレステスに協力して、トワースを殺した。アンドロマ系の父、エーティオーンが支配する町。英語版記事、シリションセベを参照。 ありがとうございます。